皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちは DIY したハイエース、スイちゃんと共にキャンプや車中泊をしながら日本一周をしている夫婦です。はい、現在北海道におります。本日十勝の観光最終日になります。本日の旅のしおりはこちらです。今私たちがいるのが道の駅音更夏空のふるさとです。ここから新嵐山スカイパーク展望台に行きまして、その後十勝フロマージュ本店でカマンベールチーズのソフトクリームを食べます、うん、その後に豚丼菊池屋さんに行きまして、そのままの流れで万栄競馬に行きます。でその後夜ご飯にインディアンカレーを食べて、本日の車中泊地道の駅ガーデンスパ十勝川温泉というところで終了になります、うん、はい。今日ものすごく天気がいいんですけど、うん、もう風がすごいですね。すごいね。車が揺れるほど朝から風が吹いてるので、展望台はおそらくもう強風域に入ると思いますので、うん、台風来てる、はい、そちらに行ってから、うん、まあ、あと美味しいものを食べたりとか、うん、金持ちになったりとかしたいと思います。なれるのかな。競馬もやったことないし、その前ゲームは100円からでもね、馬券買った方がいいよっていうのを見ましたので、100円でも参加してみようかなと思ってて、帯広市内ではあのポケフタもありますので、そちらも写真を撮りに行きたいと思います、うん、今日もゆるゆるな感じで行きますが、はい、最後まで見ていただけると嬉しいです。今回もよろしくお願いします。では9時17分、道の駅音更夏空のふるさと、うん、夏空のふるさとを出ます。今から29キロ約35分ということなので、まあ10時前に着くかなと思います。東大の道は狭いというふうに見たので気をつけてお願いします。はい。昨日よりも天気はめっちゃいい気はするけど、風が本当に強い。すごい風、強風って出てるもん。 iPhone の天気、今日はテントはキャンプしてたらやばい。無理やね。カルディで買ったんですけど、コーヒーに合うっていうことで買ってみたんですが、めちゃくちゃ美味しいです。それだけ食べても俺は好きだけど、コーヒーと本当に合う。和なのに合うんだ。今日はりょうくんが入れてくれたので、これ食べながら、うん、食べながら。コスタリカです、今日は。Yeah. I can never tell you to apart. Cause she's as beautiful as you, but there's a hole inside her heart. And lately, I don't even know which one I've got.It's intuition, double vision, thought you were the only one. 狭めではあるけど、ギリいけそうな感じだった。まあ対向車来たらちょっときついけど、思ったほどきついまでではなかった。着きました、展望台。すげえ恐怖。木からわかるあの風の強さ。でもでも、景色すげえ。すごいね。やば。うわー。うわー、めっちゃ広げてる。めっちゃすごい。うわ、すげえ。9時53分、新嵐山スカイパーク展望台到着いたしました。これを登るらしい。すごい風は本当にすごいわ。こんな風に登ってきます。面白いね。螺旋階段。木造りだよ。じゃあうん、木造り、あ、もう頂上です。じゃあ皆さん準備はいいですか。3、2、1。おー、すげー、広い。強さが本当に半端ないことは、多分もう木がこんな風の形になってしまってるから常にこんな風なんだろうけど、スキー場があるとか書いてたけど、こんな風吹きの中やんの好きって、吹雪の中やってる。この辺から滑れちゃう。この辺は滑るよ。この時はとても綺麗です、うん、でも上着絶対いる。あっち側は山が見え、雪山がなだね。解散。風が強い、本当に。景色だけは良かった。あ、目が回りそう。10時18分、めちゃくちゃ景色は良かったですが、風は強かったです。うん、鼻がめっちゃムズムズして、なんか変なもの吸い込みました。くしゃみばっかしちゃったね、うん、じゃあ降りてきます。これさ、北海道の道を走っててすごく最近思うことがあって、うん、景色のここ
ってこういう場所なんだっていうのを実際見ては覚えていくわけじゃん、うん、将来その子供とかさ自分の身の回りの子たちとかに、うん、北海道ってこんやっちゃがみたいな、うん、テレビで例えば出た時とかに、うん、どういう場所みたいな感じで子供が言ったら、うん、実際こう言ったけどこうだったよみたいな話ができるのが楽しみやなって俺は思う。あ、牛さん聞いて、牛さんはいた。馬もいる。わあ、すごい。うん、かっこいい。馬も一緒にいたね。馬と牛のコラボレーション。うん、でそうだね。よくなさすぎでしょ。確かにね。こんなとこだったよって教えてあげられるのはいいね。いや、これってこうやっちゃってひたすら自慢のように話すんじゃなくて、それって実はこうだったよみたいな後で教えられるみたいな感覚になりたいなみたいな。それはたくさんいろいろ教えられるだろうね。なんかワクワクするやん、そういうの聞くのって、うん、子供にとっては多分特に何も知らんから。そうだね。そうやっちゃって自分も生きてみたいな、うん、無限な感じになりてえなって思った。この道を走りながら、この道を走りながら、そう思った。そうやって車で旅してたんだよって話聞いても結構ワクワクするよね、うん、親の話とかも確かにそれ聞いてへえ、こうやって思った覚えもあるから、うん、だよね。だぞー。こっちのフロマージュ本店に着きました。現在10時52分です。かわいいお店。かわいい。鳥じゃなくて牛がクルクルしてる上で、鶏とかじゃん普通の。おー、ほんとだ。クマンベールチーズのソフトクリームです。どうぞ。いいよ、持ってる。持ってきてくれたからどうぞ。いただきます。ちゃんとチーズの風味はあるんだけど、ミルク感の強いチーズ、濃厚な牛乳とチーズがコラボしているんです。でも匂いからもうチーズですね。ちょっと小さめなサイズではあるけど、味わうとどんどんミルクな感じだけど、最初の一口がチーズ、うんうん、カマンベールチーズが入ってる。重いかもしれないね、大きすぎる。嬉しい。チーズ好きにはたまらない。それ以外にもジェラートも置いてあって種類もいっぱいあったから、いろいろ食べたくはなるけど、ソフトクリーム数量限定のものもありますので、ぜひ食べてみてください。北海道のソフトクリーム通が濃いね。濃い。すごいゆったりできるし、いいお店でした、ね、電源まであってそんなゆっくりしてもいいのって思っちゃうぐらい。でも本当景色も窓から見えるからね、すごい良かった、うん、良かったです。良しかったです。ごちそうさまでした。11時16分、こちらを出まして一旦帯広市内の方に行きたいと思います。駅のロータリーだ。あ、すごいよ。なんか鹿がいる。エゾ鹿ってこと。そう、鹿。あ、ちゃうちゃう、ごめんごめん。お、偽物じゃん、めっちゃ焦った。こんなところにいるんと思った。置物、置物。俺、ここで待機しとくから行ってきてくれる？僕ね、左側にある。これ、あ、いた、ゲットしてくるわ、すぐそこ。お願いします。え、ちゃうやん、これじゃないやん。いたぞ、これだ。ゲットルーティ。最終的にあそこに戻ってきたけど、あるのかな。あ、帰ってきた。あった。まさかのすぐそこやった。左側じゃないじゃん。あっちはなんか馬やった。ローラロコンゲットしてまいりました。ローラロコンゲットだぜ。何ボール使った？モンスターボール。あ、意外とモンスターボールでいけた、うん、私はね、天皇それこそもう倒してるから、モンスターボール一つあれば捕まられるようなんだよ。ゲットモンスターのマスターでも、モンスターボールだけじゃやっていけないと。北海道のポケモンはアローラロコンって言って、隊長がアローラロコンになってて、ロコンが副隊長になっております。雪山に生息するキツネポケモンがアローラロコンだから、日本でも有数の豪雪地帯である北海道らしいポケモンとして選ばれたということです。ちなみに宮崎県はナッシーでございます。多分どこの県にもマンホールのポケフタって言われるところがあるから、ネットで検索したら場所とかも出てくるから、うん、そういう楽しみ方もぜひしてみてはいかがでしょうか。覚醒器、覚醒器。二人ともね、全然そういう掛け事ってしないから。ギャンブルに関しては全く無能です。一回だけ俺カジノはフィリピンでやったことあるけど、全然当たらなかった。パチンコもしたことないな。パチンコはね、一回と向かい行ったら買ってるから中を入れようって言われて、うん、
やったけど、そのお金でちょっとだけさせてもらったけど全然勝てんかったから、全然面白さがもわからんかった。ルンラ精進者だから賭け事にも賭けられないんだよね。今日多分2人で殻を破るよ。破れん。いや、そんな弱気じゃやっていけないよ。あ、どうしよう。一攫千金とか言って馬の状態も大事って言うけど、今日は風もありますからね。なんて言ったって馬さんも体力奪われます。慣れてる人たちも読めないんじゃないでしょうか。もうこれはまるでマジで一攫千金あるかもしれない。うわ、めっちゃ車止まってるね。まあ、今日は開催日ですからね。勝別に到着しました。現在12時8分です。今回のレースが2時半からだから、できればそれ前に馬のさんの状況とか、うん、その敷地内をちょっとね散策したいと思ってます。行ってきます、はい、行ってきます。これは何だろう。ロースだね。うん、生姜が効いています。あれ、生姜の香りがして、結構脂身もしっかりある。かわいいです。今日はなんだかやれそうな気がします。出そうな気がする、うんうん、肉増量無料だったよ。これでこれ見せたら無料増量。結構味がこの薄めにしてあるから、そのためのタレなんだなっていうのはすごく分かった。生姜効いてますね。すごく美味しいです。ごちそうさまでした。これで全集中注げます。え、合ってんの？いや、分からん。そうじゃない、分かんない。競馬のホームページを見れば初心者向けのポイントとか書いてあるから、これを見て復習しておきたいと思います。パドックを見なきゃいけない。レース発走25分前くらいになったらこれがあるから、その時の馬さんの状況をこれで見ると。これがよくわからないんだ。めちゃめちゃいっぱいある。こういうちゃんとね説明を書いてくださってるのが助かる。あとでビギナーズコーナーでこれこれこれを1時かららしいから、それで説明もちょっと聞こうかな。マークシートもねセンター試験ぐらいしかやったことないと思う。大きさが桁違いやね。大きい。顔の大きさが。ケイブルドーザー、風のように速い。喋るな、足だよ。行け。本当に初心者なのでちゃんと説明は聞いたんですけど、僕たちはそれぞれ持ち金を500円として2レース分やろうと思ってます。500円の使い道はもうそれぞれに任せて、上はこのレースで200円かける、網は100円だけかけるという形でいきます。自分が選んだのが副賞っていう3位以内に自分が選んだ馬がどうでも入ればいいってやつと、あとワイドって言って1、2、3着以内に自分が選んだ馬が2頭当たれば当たりっていうやつを選ぼうと思います。網はこれを1つ選ぶ。ビギナーズガイドっていうのを元にお話ししてくださったんだけど、すごい丁寧に教えてくださったし、どうしますかっていうのも全然ね強要してくることもなく、これだったら楽しめそうですとかいう話もしてくださったので、初心者にとっても楽しめそう。100円っていうところがまだいいなって思う。俺たちは2回目のレースに席のいい人たちが乗ってるから、自分たちでこうやって生まれつけて席が良かった人たちを生まれつけて、多分人生最初で最後の競馬になると思うから、せっかくならね、うん、2レース見てから楽しんでいきたいと思います。ちなみにこちらの撮影許可の方は電話で聞いたら、ステージ自体は OK ってことでしたけど、ライブ配信だとか他の人の迷惑になるような行為っていうのは避けた上で、 YouTube とか撮影は OK ですっていう風に許可はいただきましたので、臨場感たっぷりお届けしたいと思います、はい、真剣ですね。前のレースやってるからどんなのかなって気になってなんかパドックって言ってレース前に実際に歩くところが見れるんだけど、姿勢だったりとか足取りとかを見てどの馬がいいかを決めるらしい。身的には何番がいいと思った？でもなんかみんな元気だね。これ5番がなんか軽やかに、本当決めてやるぞ。入れればいいのか、ここに。とりあえず100円です。あ、出てきた。ありがとう
これはワイドと単勝っていうので5番が1位になればいいやつと5番と8番が3位以内に入ればいいってやつを買いました、うん、今5番と9番が3位以内に入れば OK っていうことで9番はね落ち着きなかったんだけどその落ち着きのなさから最後盛り返すんじゃないかという考えにしてみました5番8番は歩いてるの見ててもなんかかっこよく見えたからいいんじゃないかな5番はでも調子良さそうに見えてるけど確かに人気でもあったんよね、まあそんな攻めができるほどメンタル強くないんで私たちはねここのもうゴールのすぐそばに来ましたよこの時間がドキドキしてたもんね、うん、なんか水泳とかの競技前みたいな気持ち東海前の走る前の今ね1個目の坂をほら上り降りて今どうなってるかなって感じ4番が来てるのかなあなんか見えてきてるやばい4番が頑張ってるみんな頑張ってみんなワイドスカイ5番いいぞ頑張れ頑張れ すごいやっぱきつそうなのが伝わってきたね重いっちょあれがこんな感じらしいよ8にすればよかったやっぱリュックスこういうのあるよなやったちょっと買った100円が370円でプラス270円になりますおーよかったじゃん今のところ2人合計だったら全然ダメだからそうマイナスだからそして10円どうしたの10円がめっちゃ新しい第2レース目私が単勝後3番、うん、ユーフォリアに200円買いました夢の3連単を3、1、10もう1個副賞で1番下の1番 OK 400円、はい、俺は夢の3連単は3、8、10でさっきと同じワイドにしてもう3と10が入るかなと思ってこれに200円来ました3番今がまた30来てる30来てるよ8も来てるよ来てるよあ10が1位いってるあ11位上がってきてる。8も。ほら1も来てる。あ1も来てるね本当。頑張れ。疲れちゃってる。1番も頑張って。頑張って。最後まで。大丈夫。いけたかな。28を俺選んでたら1350円だったって惜しかった380やったね悔しい前行けば終了いたしました、はい、結果をご報告します、はい、共同のレースで300円かけて300円返ってきました合計で500円かけて670円返ってきてましたのでプラス170円でした私はさっきのレースで400円かけまして単勝で、ね、当たったから460円返ってきました、うんはい、トータル的に考えたらマイナス40円2人で考えても一応プラス130円ということになりましたジュースが1個買えるかな缶コーヒーが買えるかなぐらいですかね、うん、自分は380でかけてたんですけど結果は38っていう欲しい夢の馬券の成功を味わうことはできませんでしたがすごく楽しかったです、うん、の前でレースを見て超迫力すごかったんだけど、うん、今ちょっと上から見下ろしてる感じなんですがこちらもこちらで全体像が見えていいなと思って、うん、初めての競馬がこの万栄競馬ですごく良かったなと思います馬の頑張りもすごく目に見えるしすぐ結果が分からないところに途中休憩が入るから、まあ、そこも駆け引きっていうのが面白いなと思いました万栄競馬は世界でもここでしか見ることができませんので、うん、ぜひ十勝に来た時には見に来た方がいいんじゃないかなと思いました本当に馬場がめちゃくちゃでかいから間近で見るのとでは違う、始まったさあもう夢にみんなはどこへ行くかみんなね現在時刻は4時8分ですすごい長居しましたけどこれから車の洗車とコインランドリーによってインディアンカレーを食べてから道の駅の方に向かいますので次はインディアンカレーでお会いしましょうじゃあまた後で失礼します皆さんこんばんは6時7時6時7分ですこの後ガソリンスタンドに寄ったりしてスイちゃんのメンテナンスをしておりました洗車と空気圧とホッシャー液の補充そうそうそう
とガソリン補充っていうことで、いつ何が来てもスイちゃんは対応できます。そうか。ということで6時になっちゃいましたが、ようやく夜ご飯タイムです。まあ、お持ち帰りにすれば安くね済ませられるんだけど、洗ったり難しいかなと思うので、今回は店内で食べさせていただきます。では行ってきます。お願いします。あ、このネギみたいなの、これなんだ。うん、いただきます。カレーっていつぶり？久しぶり。嘘、超熱い。目が辛口で網が中辛。甘いのがゴロゴロ、ねっとり、熱々でうまい。でもサラサラではなくてやっぱりで、うん、ああ結構辛いわ。めっちゃ美味しい。美味しい。ちょっと家庭的な作り方が、うん、だけどスパイスがめっちゃ効いてるって感じ。でもできてほしい。結構ココイチしかない。安いもんね、うん、500円台でしょ。うん、帯広グルメは最高ですね。締めだよ今日、帯広。まあなんかもったいないね、うん、最後感ちょっと気になる。サラサラの波が後から来ます。やっぱりカレーの味はそのまま、あ後から、うん、来る。美味しい。このカレーまた食べたい。また食べたい、うん、めちゃくちゃうまかったです。6時47分です。インディアンカレーを出ます。めっちゃ美味しかったです。美味しすぎてやばかったです。家庭的な感じなんだけれども、スパイスがしっかりあって、うん、辛口でよかった。もうこれ以上辛くしてたらもう、汗までは出るほどではなくて、うん、なんか、辛いって感じ。いや、とこっちって言われたら絶対俺こっち来る。メモリ。熱々だし、ご飯もめっちゃ下にみっちり敷いてあるし、そう。で、野菜でじゃがいももね、ゴロゴロ入ってて、意外とお腹いっぱいになりました。まあ、お腹の中が辛かったから、なんかポカポカしてる気がする。この駅ガーデンスパーとか、中央線に行きます。ガーデンスパ高千穂温泉。わあ、ラクレットチーズ美味しそう。おしゃれ。ここも鳥が。あ、チュンチュン危ないよ。チュンチュンが危ない。右行ったり左行ったり。57分到着しました。家族で入れるスパになっております。水着を着て入るってこと？うん、更衣室は別々で、はい、着替えて一緒に入れるはず。バスタオルもフルもついてる。めっちゃいい。持参したら100円引きらしいけど、これ着たいよ。私は着たくないよ。ナイスバディじゃないから嫌だけど似合う人が着たらいいと思う、うん、デートで。そうですね、はい、ノーコメントで。アッパーが13歳以上が1500円が1300円引きになって200円引き。今それから12歳は100円引き。だからやっぱ入りたい人たちはいいかもね。うわー、この冷たい。風冷たい。最高でしょ。あー、使用できるとは思わなかった。ちょっと明るさが足りないんですけど。めっちゃ気持ちいい。すげー、テーブル？めっちゃ気持ちいい。できる。めっちゃ最高。あったけー。あったかいよね。ライトアップされてて、ここの下も全部足湯で、テーブルがあって。これ、北海道の道の駅ランキングどんどん難しくなるんだけど。すごいね、ここもね。え、これだってモール温泉でしょ、ここも。うん、そうだね。あ、ぬるぬるしてきたわ。徐々に。あ、ほんとだ。すごい温泉の香りがする。おしゃれだしね。なんてこった。これは4月下旬から10月までやってるそうです。1月からは夜7時まで。今の季節はベストじゃない？うん、今ちょっと肌寒いんだけど、いいね。うん。車中泊はできるみたい。短期の滞在ぐらいだったらね。温泉もあるし、めっちゃ中が冷たい。
それでは3日目が終了しました。終了しました。今日も最初景色から始まって、もうとにかく風が強かったですね今日は。今日は強風だったね、北海道ならではの景色を楽しめた1日になったなって思います。昨日もやったけど、あとは競馬がすごく楽しかったです。すげえ楽しかった。めっちゃ楽しかった。全然損をせずに楽しめるスポットだなと思いました。であとインディアンカレーね、インディアンカレー食べてよかった。ちょっと想像でして、その辺のカレー屋さんと一緒にしてはダメだと思いました。確かに今まで食べてきたようなお店で食べるカレーとはちょっと違った感じだけど、本格的なカレーといってすごく新鮮でしたね。じゃあ最後に今回思い出に残った地と思い出に残った道の駅をお伝えしたいと思います。観光もグルメも含めて一番思い出に残ったところと道の駅2人で一斉に行きたいと思います。せーの、バンエケバ高原牧場です。あーそっちか、食べ物かと思ってた。みやっちゃ違います。馬を実際に見れるっていうのと、多分普通の競馬もすごいんだろうけど、本当に初心者でも楽しめたのが良かったなと思う。俺本当に掛け事とかやったりしないし、興味ないんだけど、本当に楽しかったね。二人で相談しながらやるの。二回見たじゃん。その二レース目で、やばいもうあとちょっとで始まるじゃんってなって、パドック。モニターで見れたのにわざわざ近くまでめっちゃ行って、超見てるのね。あのモニターにリョークでね、こう映ってたの、これ。めっちゃ見てるやん。めっちゃ見てる。だけどちゃんとそれで見極めたからね。そうそうそう、面白かった。めっちゃガチなんだなって思いも伝わったし、面白かったね。はい、大体高原牧場は、私牧場が好きなんですけど、高原の景色が本当に綺麗すぎたのと、ドライブも楽しかったし、牧されてる牛さんがすごく私にはなんかもうめっちゃいいってなったわけよ。白黒の牛があの草原にいるよ。そう、可愛いってのもあるし、あの放牧されてるなんかこうナチュラルな感じも好きだし、この北海道の日本一広いっていうのと、あとはソフトクリームもめっちゃ美味しかったのと、トカチの牛乳を飲めたの、全部がなんかギュッてしてたのがあそこだなっていう風に感じたので、北海道を一度で楽しめた場所だなっていう風に思ったので、こちらを選ばせていただきました。写真も撮れたしすごく大満足です。そうですね、まあ豚丼は本当に印象残ってるのでぜひ食べてほしい。俺ももう一回食べたい。豚丼美味しかったね。そっちかでも選びました、でしょうね。道の駅は、の上石頃トカチ温泉ガーデンスパ合ってるかな。上石頃はもうランキング1位と言っても過言ではない、ね、おしゃれさでしたね。ここはもう入った瞬間おしゃれ。食べ物が私結構無添加のとか大好きなんですけど、まあそういったものとか、モール石鹸、まあそういったお土産にしてもいいし、自分にも買えるし、みたいなのもいっぱい置いてるのと、あとは足湯ですかね。ここのなんか豆乳ソフトクリームパンっていうの食べたいんだけど、そういう食べ物とかも私の中で魅力的なものが多かったので、こちらにしました。2泊3日の帯広十勝方面の旅になりましたけど、すごく僕らにとっては楽しかった3日間でした。楽しかったね。2泊3日でゆっくりめな気はしたんだけど、すごく充実してたよね。良い旅でした。次回は釧路方面の方に向かっていきます。さらに東の方に向かっていきますので、少しずつ道東に向かっていってます。もし僕らのチャンネルがいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。また次の旅でお会いしましょう。また次の地で。どうやって食べればいいか。うわ、結構豆乳強めだった。シャベット状の豆乳。めちゃくちゃうまい。サクサク、これで熱々。